おめでとう。いいよいいよいいよ、勝ったね勝ったね。勝った。おめでとう。ありがとう。勝ったね。勝ったね。はい。みんな何買ってもらうと？何か食べたい？何食べる？何か。かき氷。イカ焼き。すごい。びっくりした。急におっさんコメントとびっくりした。いいと思う。おめでとう。じゃあ大人の皆さんを。あら、どこから来られたんですか？あ、近くで。ありがとうございます。こんにちは。何食べたいですか？何食べたいですか？あ、かき氷。あ、いいですね。ありがとうございます。森さん、何食べたいですか？あ、ごめん、あ、もぜひ買ってください。ということで、第1回戦6名おめでとうございます。さあ、みんな吐けないの分かってる。2回戦があるからまだ残ってますよ。まだですよ。さあ、じゃあ第1回目で勝っていただいた方をね、はい、ちょっと今回はそうね、優しい気持ちで、優しい気持ちで。さあ、第2回戦クーポン券欲しいか。おー、じゃんけんくんを勝った人だけね。最初はグー、じゃんけんポン。アリタングー出しました。パーの人、さあ、はい、パーの人前に来てください。まだまだ結構残っとるね。おー、さあ、なんと2回戦は大人の方が残ってる。大人の欲がここに集まっております。いいじゃない、この時に出さないと。子供の目の前にということで、ね、じゃあ2回戦いきます。最初はグー、じゃんけんポン。アリタングー出しました。パーの人、パーの人、あ、パーの人前どうぞ。あ、よかった、よかった。ちっちゃい子めっちゃ残った、よかった。ちょうどかな、3枚、残り3枚です。1、2、3、4、5、6、7人。じゃあ行くよ。最初はグー、じゃんけんポン。アリタンチョキ出しました。グーの人、グーの人。あ、じゃあ1、2、2人かな、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、どうぞ。お兄さん、どこから来られました？地元の方。お邪魔させていただいております。ありがとうございます。いっぱい食べてください。おめでとうございます。地元の人やっぱ多いですね。本当、ありがとうございます。お姉さん、お姉さん、どこから来られました？ショップやってます。ショップやってます。ありがとうございます。まさかのお姉さん当たりました。おめでとうございます。じゃあラスト1枚、1人です。残り1人、平等にジャンキー行こっか。そうね、行きますよ。大人と子供が残った場合、皆さん考えてくださいね。そうね、そこは考えてくださいね。ちょっと空気を、空気読んでください。もう目でこうやってこうアピールしますからね。じゃあいきましょう、ラスト。最初はグー、じゃんけんポン。アリタングー出しました。パーの人。めっちゃ盛り上がっとるな。盛り上がってますよ。もうじゃんけんフェス。いいね、まだまだ残っとるね。いくよ。最初はグー、じゃんけんポン。アリタンパー出しました。チョキの人。うえー、盛り上がっとる。すごい。でも見て、ちっちゃい子がすごいドヤ顔でも残ってくれてる。いいね。いくよ、まだまだよ。最初はグー、じゃんけんポン。アリタンチョキ出しました。グーの方、グー、まだまだ。グーの方、前にお願いします。前に、前にどうぞ。はい、さあ、グーの方、前にどうぞ。いいね、いいね。いくよ、いくよ。最初はグー、じゃんけんポン。アリタングー出しました。パーの、じゃあこちらへ。どうぞどうぞ。インタビューしちゃってもいいですか？地元の方ですか？二人目ですね。ショップのお姉さん当たりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ママに何か買ってもらい、多分手伝いしよ、ね、しおちゃんね、偉いね。おめでとうございます。ございます。さあ、これがね、ステージの合間合間に来ますから、皆さん、演者のステージだけじゃないですよ。こうやってね、じゃんけんもありますからね。はい、ということで、はい、さあ、素敵なお兄さんが、あら、あら、なんか美味しいもんば持ってじゃあ呼びましょうか。上がってもらえますか。はい、続いての店舗はガオガオさんです。ガオガオさんです。どうぞ。いやいや、拍手。いやいや、サーフィン帰りですかというような格好で。こんにちは、マイク入っておりますか？あ、入ってます。どうぞ、前の方に。前にどうぞどうぞ。さあ、今もうじゃんけん、
買った人いっぱいなんで、もう使え、もう使ってほしいっていうね。使ってほしい。じゃあちょっとお店のまず紹介をお願いします。はい、ステージ向かって左側ですね、ケバブサンドとトルコアイスとポテトを販売してます。これですね、ケバブサンドでーす。ちょっとあれ言うてくださいお兄さん、なんでガオガオなんですか、はい、ガオなんでガオガオかっていうと、私、はい、今日長崎の方から来ます。よーきんしゃった、はい、ここにもう、はい、泳いできました、泳いできました嘘ですよね、恐竜に乗ってくる、恐竜乗ってきた、それは見たい、面白いよ桜がいますよ、2人目の店員さんですよね、桜がいますよ、あっちのお兄さんもサーフィンやってそうな格好で、もう海で今年の夏に長崎の海水浴場を営業してまして、お2人とも真っ黒で、はい、ちなみに、はい、恐竜でなんでガオガオ、なんでガオガオか、そうですね、はい、3年前に長崎に恐竜博物館がグランドオープンしまして、はい、そこの店舗で、恐竜サンドっていうお肉を、恐竜の肉を使ったケバブサンドを販売してます。これほおーって言っていいですか、おーちょっと恐竜だと、もちろんもちろんねえ、はい、で今回ちょっともう実際に持ってきていただいてるんですけど、今日はもうプテラノドンのお肉になってます。プテラノドンあのちょっとあパタパタ系の、はい、パタパタ系の、はい、はい、本当にそのお肉はそうです、鶏肉ですね、言うたらですねもう兄さん言うたらですね、ちょっと待ってましたよ、もういつまで私恐竜のお肉言うだろうと思って鶏肉がしっかり入ってるやつ、はい、ギュッと詰まった、はい、ギュッと詰まった、はい、で味付けは、味付けはですね、ケチャップとマヨネーズをベースにオリジナルのソースをかけてます。で、甘口中辛辛口でソースが3種類あるんですけど、これ店舗じゃ珍しくないですか、辛いソースがいただけるっていうのは、確かに、でお子さんも食べれるように甘口でご準備してますので、あら、はい、老若男女いろいろ、はい、食べれますので、いやちょっとお兄さんね、今日すごかったんですよ、朝からテンションが、朝からテンションがすごい素晴らしいなと思って、はい、今日朝ね私たち10時ぐらいですかね、はい、そうこうやってこう皆さんおはようございますって準備してたら、お姉さんこの間天神でピザーって言われてだいぶ持っとるだいぶ持っとる、なんだインスタのフォロワーさんということでちょっと嬉しくて、はい、もうよかったらステージに行ってたら、もう実はもうちょっと可愛すぎて、はい、持ってる持ってる、じゃあせっかくやけん、ありたん食べたら、あ、ぜひぜひ、いいですか、ぜひお願いします、プテラノドン、プテラノドン、プテラノドン、はい、一生覚えないまして、ちょっと待って、めっちゃ美味しそうよ、みんな見える、見えないですね、きっと買わんと見れんばい、買わんと見れんよ、見れんばい、ぜひぜひいただきます、マンモス、そこはマンモスなんですよ、そこはマンモスなんです、ちょっと時代が違います、いただきプテラノドン、はい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 、ぜひぜひ、すごい結構ぎゅうぎゅうに詰まってますね、はい、そうですね、これスタンダードのチキンケバブに甘口ソースですね、あ、甘口ソース、お子さんでもいけるやつですね、はい、そうです、一番人気はチーズサンドって言って、うん、炙りチーズを上から乗っけたやつが一番人気です、はい、あともう一個肉盛りケバブって言って、うん、大盛りのお肉を約倍、うわすごい盛り盛りで、すいません感想言わせてもらってもいいですか、語り合ってました、ごめんなさい、すいません、どうですか、めっちゃ美味しいです、はい、ありがとうございます、もうプテラノドンを感じます、はい、まあ、鶏肉ですね、なんかもう滑ったみたいな、かわいそう、お兄さん今日初対面なのめっちゃ話し弾む、めっちゃ美味しい、もうこれ、はい、やっぱ暑いからまだね、やっぱお腹ガスキン食べたいじゃないですか、はい、めっちゃおすすめです、いいね、正直2個ぐらい行きたいぐらい、あら、じゃあソースいいですね、ソースいいです、なのでもう皆さんぜひ、もうお兄さんめっちゃいい人やけんね、博多織姫見てきた白石有沙のフォロワーですって言ったら、もしかしたらソースちょっと多めにつけてくれるかもしれませんよ、ちょっとだけね嬉しい嬉しい、ちょっと皆さんぜひすぐねステージから横に見えますね、はい、ガオガオさんでございます、はい、皆さんぜひがっつり食べれますので、この後食べてみてください、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、持ってていいですか、どうぞどうぞ、いいですか、ありがとうございます、ごちそうさまです、じゃあ大きな握手お願いします、あら帰りは恐竜の帰り方なのかななんて思った無茶ぶりでも乗ってくれる優しい、おじいさんパンツ見えてます全力でやってくださいました、はい、ということで楽しいですね、ね、本当ね、
ちょっと、聖火ランナー、聖火ランナー、アイスの聖火ランナーが見えたんですけど、皆さん、これはもしかして父屋さん、まゆまゆの地元の拍手、え、父屋ジェラートさんです。どうぞどうぞ前に、ま、この中にありがとう、すごい聖火ランナーのように持ってきてくださいました。ちょっとじゃ あ, ありがとうございます。自己紹介というかお店の紹介を、はい、せっかくなんでね、まゆたんの大好きなジェラート屋さんです。イエーイ、父屋です。直方から来ました。そう、うちのメンバーのまゆが地元直方から、そうです、今も通っとるけんね。通ってます。今日言うてましたよ、学校帰りにいつも行きよった店舗が出とー言うて、嬉しいと思ってすぐ来ました一応商品がこのよもぎのジェラートです。イエーイ、イエーイ、珍しいですよね、よもぎ味のジェラート。なかなか聞いたこと、マユチン食べちゃう？いい？食べても。学生を思い出すよもぎアイスでございます。マユチン、あんな頃こんなことありました。あ、マイク持っとこうか。って言いたいんだけど。マイク食べそう。マイク食べそう。このまま。あら、美味しそうよ。それでは青春の味よもぎアイスでございます。どのタイミングで食べていいかわかんないよ。いただきます。つまりお味は？めっちゃよもぎを感じる。でもね、よもぎやけど、はいはい、ミルク感もあって、お、美味しい。めっちゃ学生の頃思い出した、思い出した、初心思い出した、思い出した、思い出せちゃんとめっちゃ美味しい。変わらないですね、まあ、このやっぱね、変わらない味っていうのがね、やっぱ昔から愛されるということで、うんうんうん、ちょっと今日わざわざ、今日あのあれですね、段取りになかったんですよね。ありがとうございます。まさかの出ていただいて、呼び出した方式みたいになってましたけど私もみたいな感じでこれどうします、もうこの後ずっとみんな出て終わらなかったら50点もじゃあちょっと私たちいただいたの食べましょうか。食べます、このまま。はい、改めましてありがとうございました。父屋さんです。よもぎアイス食べてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、あったかいね。アイドルがステージでスイーツやら、バカやら持っておりますが、やっぱこのね、はい、食のイベントのいいとこですよね。いいね、ほんと。はい、皆さんもう本当に美味しいものいっぱいなので、最後の最後まで食べていってほしいなと思います、うん、さあ、続いては、いきますか、ステージ、もうちょっと、もうちょっと、じゃあ一旦、はい、食べましょうか、私たち食べます。はい、この後もね、ステージ続きますので、はい、楽しみにしててください。この後みんな、出店者、出店舗行ってね、食べてね、食べてね、はい、